突然なんですけど、迫田さんは、手先器用ですか？いやー、普通だと思います。めっちゃ器用って。いやマネージャーさんから聞いて。本当ですか？ありがとうございます。なんだろう、器用か器用じゃないかわかんないんですけど、鹿児島のテレビでいろいろしてもらっているので、まあもうお分かりのように、喋ったりするのもちょっと苦手なので、声力ないんで、黙々とやってるのは好きなので、何かこう作ったりするのは好きです。そういうお話を聞いたので、はい、あ、すごい、なんだっけこれ、ミニ四駆。ミニ四駆懐かしい。あ、これって動かせるの？動きます。やっぱ、すごいね。ミニ四駆知ってますか？知ってます。私、小学生かな、なんかわかんないけど、若い時に流行りましたよね。鹿児島の同級生とかやってました？私、友達いないから。なくなるでしょ。周りの同級生とかどうでした？やってました？いやー、これどうだろう、そんな、なんかミニ四駆っていうのはすごい覚えてますね。私、甥っ子いるんですよ、はい、今1歳ちょっとの。今車がすごい好きで、ちょっとごついけど、部品とか取れないようにしっかり作ってプレゼントしようかな。あ、めっちゃ可愛いんですよ、もう私は、もう甥っ子のために生きてるようなもんですよね。マジで一君にプレゼントしようかな。めちゃめちゃ可愛いんですよね。スタート。こうやって取っていくのかな、こうやって。こういうのも先に取らないと一個に多分怪我するからさ、絶対怪我させたくないから、ね、とりあえず30分以内に動くのを目指します。マジくるくるくる、はい、とりあえず勘で作ってみる。そんな感じ？急げみたいな。そうですね。時間に追われるのってあんまり好きじゃないんですよね。なるほどね。シールを先に貼った方が分かりやすかったかも。これやっぱ誰かのために作るとかいいですよ。いっくんはどんな車のおもちゃで遊んでるんですか？いっくんは今はなんか西松屋の赤いはしご車を買ってあげて、本当にまだちっちゃい時に、と、あと父がこの間誕生日だったのでパトカーとかで遊んでます今。あと車の絵本とか、やっぱりなんか、ああ男の子だなって思いますね。でなんかやっぱ車とか通ったらちゃんとすごい車に反応しますし、なんかで一君のお父さんが車のお仕事をしているので。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからなんか、おお、なんかそういうのも受け継いでんのかなとか勝手に思っちゃったりしてますね。楽しみですよね。1歳半ですね。めっちゃ可愛いですよ。できることも多くなって、この1年でこんなにできることが多くなったのに、私全然何も成長してないじゃんとか思わされたりします。この一君はこんなに歩いて、
こうバイバイとかできるようになってんのに、私何も成長してないじゃんみたいなったりしますね。で、どうしました。はい、あと17分だからまだ羽とシールしかついてないですそうだってシールの後先にみたいな感じで書いてますよ。確かに見た目も大事なんですけどね、うんうん、ね こっちの方が大事なんです。どっち？いやこの動く方下。あ、そうなんだ。でも動く方まだゴーサイン出てないですもん。さあ説明書が、そう、30分じゃ絶対終わんないと思う。あ、なるほど。え、むずい。こう、はい、できた。え、まだこんなにあんじゃん。どこどこ、 A の6、 あ、これか、 A の6、 これか、A の6、 これ何？よし、できた。これに。これを刺して、はい、これを、おい、びっくりした。はい、30分です。30分です。とりあえず一旦そこまで。一旦ストップ。はい。こうやってどうやってやるんだ。はい。した。はい。でももうちょっとなんだけどな。半分ぐらいですかね。半分かな。こうだよね、きっと。あ、でも、まあ、形にはねえなりましたね。ここに電池入れるんでしょ。そうです。動くのかな、これ。どうしたの、動く。でも、こキュッキュなんですよ。わかった。うわ、ん、これ取る？取っていいですか？いや、ちょっともう、いや、一旦もうそこまでで、ね、何が違いました？ここの茶色のところが逆だった、はい、ギアが？そう、はい、あ、じゃあもう、はい、もう持って帰ってきてください。本当は持って帰ってやる？はい、ボイボイコさんにあげるんだったら、うん、あげるね。はい、はい、終わりです。これをこうして、こうね、こうね、こうか。すごい。そう、なんか合ってないけどいいの？ん？なんかできた。はーい、ちょっと中途半端だけどね。形にはなりました。形でなった。で、これどうやってスタートするんだろう。スイッチ入れてみましょう。どこの？これ？はい。
ダメだったみたい。形にはなりました。やったー、いっくんにプレゼントです。走らない、ミニオンと走らなくてもいい。はい、愛情がこもってます。できましたー、わーい。